い、初めての宿泊のソロツーリングに行くことにしました。岡山県の直島っていう島に船で渡りたいと思ってます。この声は後で入れたんですけど、実はこの、撮ってる時にマイクを挿してたんですけど、そのマイクをねカメラに挿すつなぎみたいなやつがあるんですけど、それが知らん間に撮れてどっかに行ってて、喋ってたんですけど全然マイクに入ってなかったということで、後で入れてます。で、この映像はもう岡山に着いた時の下道の映像になります。もうちょっとで宇野港になります。大阪の家を5時半に出て、まあだいたい3時間ぐらい走って、岡山に着きます。宇野港にだいたい9時ぐらいに着けばいいなと思って、まあ休憩挟んでと思ったら5時半に出ました。山陽自動車道を通ったんだけど、もう本当にむちゃくちゃ寒くて、昼間がね21度とかになってたから、まあ朝も少し寒いぐらいかなと思ってたんですけど、めっちゃ寒くて泣きそうになりました。もうちょっとでね宇野港に着きます。右側が、宇野駅ですね。やっと到着したって感じです。はい、ここで着いたんですけど、今右に曲がったところちょっと迷ってるけど、もう一個先で曲がらなあかんかったんだけど、ちょっと手前で曲がっちゃって、左の方の奥に来たんやけど、どっか曲がるとこあるかなと思って迷ってるとこになります。それで、なんか道みたいなのがあったから、ここから入れるかなと思って、いやでもなんか棒みたいなの立ってるし、これ通ったらあかんのかなと思いながら悩んでて、U ターンして帰ろうかな、でもまあ通っちゃえということで、まあ通りました。で、あの左の奥のなんか白い枠みたいなところに行けばいいんだけど、分からなくてキョロキョロしてます。係のおじさんが気づいてくれて、近づいてきてくれたので、ここからは実際の音声を流したいと思います。はい、あ、あの車の後ろに、はい、あ、ありがとうございます。建物のところに自動販売機ありますか、あの辺に車の向こう側、あの赤い自動販売機のもうちょっと前の自動販売機があるんです。その前に建物ですか。わかりました。水銀灯、はい、あの下らへん、あの辺り、 ありがとうございます。ということで、9時22分発の船に乗り込むことができました。船はこんなやつです。乗るときも誘導してくれるので、間違えることもありませんでした。宇野港からは20分で直島に着きます。島が近づいてきました。右上に赤いかぼちゃが見えます。まずこれを見に行きたいと思います。これは船が到着する港のところにあります。草間弥生さんの作品で、穴が開いてて中に入ることができます。赤いかぼちゃです。では、まず港から近い温泉のところに行きたいと思います。銭湯ですね。銭湯は実際に入ることができるんだけど、まだ今は朝で空いてないから、外観だけ見に行こうと思います。島では、レンタサイクルがあって、皆さんレンタサイクルで回ったり、
バスで回ったりしておられました。レンタサイクルではちょっと厳しいような坂も結構あるので、バイクレンタバイクとか車で来たりするのもいいかなと思います。銭湯に到着しました。とても派手派手な外観になります。面白いですね。こんな感じです。真ん中の女の人の横の像みたいな、ところ入り口の上のところが、おしゃれかなと思います。では次の場所に行きます。船が着くのは宮浦港っていうところで、宮の浦エリアっていう場所なんだけど、次行くのは反対側の本村港があるところ、本村エリアっていうところまで走ります。広い道なので走りやすいですね。でここで、家プロジェクトっていう昔の家を使ってアートにしたところに行くんですけど、観光案内所で1000円の券を買うと6個家が回ることができます。ここが観光案内所になります。1個目に訪ねたところは角屋っていうところになります。前はこの家プロジェクトとか写真を撮ったらダメだったみたいなんですけど、今は、写真は撮っていいっていうことになっています。中なんですけど、数字が書かれた、点滅するのが、あったり、アートですね。あと、窓のところから数字が見えてるんですけど、この左下にちょっと数字が写ってるの分かりますか？この土のところに。これはなんか午前中しか映らないから、いい時に来たねっていう風に言われました。これは家プロジェクトと関係ないんですけど、町のいろんなところにこんな感じでアートがあります。ここは南寺っていうところになります。これは整理券が必要なので、そのチケットを買ったところで整理券がもらえて、その時間に、行くと入れるということになります。これは並んで待ってたところから撮ったものなんですけど、中ではありません。中は、写真は撮影できないんですけども、ここは、すっごい良かったです。面白かったです。そして、山の方に歩いて行って、五王神社っていうところがあります。これが建物のところなんですけど、
この階段に注目してください。そして先ほどのやつを見たら、係の人がじゃあ次こっちですって言ってくれます。でこんな細い暗いところ、懐中電灯を持って、入っていくんですけども、中に行ったら、真っ暗なんですけど、こんな感じで、先ほどの外のやつのね、階段に続く階段があります。これは先の神社の、隣のところなんですけど、桜が綺麗に咲いてました。で一応眺めもいいところになりますけど、まあ、あんまりね黄砂の関係で、眺めは良くなかったです今日は。でもお花が綺麗でした。Eプロジェクトのところはどれも歩いて5分とか、まあ、遠くても7分ぐらいなので、歩いて回ります。私は全部回って見て1時間半ぐらいかかりました。自転車でね回ってる人もいたんですけど、全然歩いて行ってもいいかなと思います。そして、下の方に降りてきまして、御開所というところを目指して歩いているところです。5やってたところですね。これがその建物になります。中はこんな感じで、あともう一つ部屋があるんですけど、まあ、それは見てのお楽しみということで、映してはいません。これはね、石橋っていうところになります。まあなんか私には理解するのが難しいアートが何個かありました。そして最後に、歯医者っていう家を見に行きます。まあ、ちょっと離れてるんですけど、まあ、歩ける範囲ですね。車が結構通る道になります。右側に見えてきます。はい、これですね。中なんですけど、入ってからのお楽しみということで、全部は映してないんですけど、トイレをもアートにするという、斬新な感じです。あと面白いところが何個かありました。昔歯医者だった場所ということです。お昼はアイスナオっていうところで、定食をいただきました。そして、バイクでずっと走って反対側の海岸にある黄色いかぼちゃを見に行きました。これも草間彌生さんの作品です。あとは、時間のある限りいろいろバイクと写真を撮ろうと思って、
うろうろしてました。これ多分レンタカーと思うんですけど、あの可愛らしい色でした。で、1時から地中美術館の、チケットを取っていたので、それまで、時間調整のためにバイクといろいろ景色を撮るというふうにうろうろしてました。地中美術館は、写真撮ったらダメなので何もないんですけど、はい、とにかくまあ平日で人が少なかったから、こうやって、ゆっくり写真を撮れたかなと思います。帰りは、こうやって高松行きと書いた黄色の看板の前にバイクを置いて並びました。宇野に帰るんじゃなくて高松の方に行きました。フェリーで50分かかるんですけど、その間、朝が早かったので寝ようかなと思って高松行きにしました。そしてこの後も、行きたかったところに行くので、このビデオはまた後で作りたいと思います。では。